皆様お疲れ様でございました。で、長い時間お待たせいたしまして、結果が出ましたので、その前にちょっと総評ということで、まず、トレンタになるんですよね。トレンタの方々それぞれとっても素材としての声はいい声を持っているんですが、やはり大学を、卒業して、ちょっとしばらくしている方とか、それからまだプレンターが上限ですから、もっと若い方も受けてらっしゃるかもしれないんですが、ちょっとね、今回は声の技術の点で非常にやっぱり、不満が残りました。皆さんが持っている素材はとてもいいんですよ。だからもったいない、だからこうしてもうちょっと改善してほしいっていうことがね、ものすごく頭の中に浮かんできてしまうんですよね。で、歌われる曲が皆さん大曲なもので、そしてやはり大きな声がやっぱり欲しいんですかね。大きな声を出した方が得点をもらえるというどこかにあるのかもしれません。で、声楽家の習性としましてね、広い会場に行ったら頑張っちゃうとかあるんですよ。ただそこをしっかりコントロールできて、音楽を作曲家が、そしてリブレットを書いた人が、そして、詩を書いた、歌曲だったらね、詩を書いた方々が本当に言葉を磨き、その磨いた言葉を受けて、その言霊を受けて音楽に表現している、このやっぱり尊い楽曲をですね、きちっと、いい形でもって、皆さんの前で披露するってことが我々の使命なわけですよね。それをちょっと忘れているのではないか。だから発声技術で、その技術を使って音楽を表現するんだという、どこかにその気持ちが欠けているんではないかというふうに思います。で、特にプレンターの年代というのは、これから歌い手としてしっかり世の中に出ていってほしい方々なんですが、それがやはりちょっとそこのところが欠けているということが、ちょっと将来は心配でした。心配になっちゃいました。ですから、後でここに皆さん先生がですね、アドバイスをくださると思うんですが、しっかりと受け止めて、また来年までしっかりと自分で鍛えて、自分の歌を鍛えて、でプロの歌い手になりたいんだったら、そこを妥協してはいけないんです。ですから、その成果をまた来年に聞かせていただきたいというふうに思いますね。トレンタは以上です。そしてルビーの女性の方々、本当にね、歌が好きなんだな、歌うことが好きなんだな、舞台でパフォーマンスすることが好きなんだなっていうことがよくわかる歌を歌われる方がたくさんいらっしゃいました。で、やはり、そうですね、雨通りならではのですね、やはり僕らも歌を楽しんでいる姿っていうのを見ることができて、とてもそれはそれで審査員をしていけて良かったなというふうに思う瞬間が多々ありました。ありがとうございました。そして、ザキューですか、ザキューの方々、私より若い年代の方が頑張ってらっしゃる、それはね、私にとってもすごい励みになります。ね、ですからね、もっともっと今日の結果を踏まえて、頑張って、またこの次、またこの次、また上のグレード、上のグレードというふうに求めていっていただきたいと思います。ちょっと簡単ですが、以上で総評を終わります。ご苦労様でした。
Sie befinden es weiß.